MA です。サブちゃんです。今日はね、ワンピースの一番くじを引きに来ているとある一日です。はい、とあるシリーズです。だからワンピースのくじを引いて、であとフィギュアを塗ってっていうことをやるので、多分メインチャンネルの方ではきっとそのフィギュアを引き当てて、きっと動画が出てると思います。はいまあその裏側みたいな感じで、ちょっとカメラせっかくなのでサブチャン用に回していきますねさてさて、今日はどんな一日になるでしょうか。どんな引きになるでしょうか。どんな引きになるでしょうか。はい、私もまだわかりません。みんなもまだわかりません。いや、分かってる人かもしれん時系列的、時系列か、この動画を見てくれてる人はね、もう分かってる人もいると思うよ。いるかもしれんね。そう、今喋ってる映像を見ながらねそしてもう一つ重大な目的があるんじゃないのかい、うん、はい、もう一個の重大な目的は何だと思いますか、皆さん。それはですね、ラーメンを食べることですラーメンかよ。最近我慢してたんですよ。だからちょっとラーメンは食べに行きたいと思いますね何ラーメン。ラーメンに関してはちょっと横浜家系ラーメンを食べたいと思います。ライスも頼みたいと思います。そっか、譲れませんね、やっぱりねじゃああれか、一番くじ引いて、うん、ホッとして買い物もしてホッとして、はい、ラーメンかい。まあそういうことね。まずやることやって、ちゃんと引くこと引いて、頑張ってからラーメンはいただきたいと思います。本当だったらラーメン食べてからの方が活力が出るかもしれんから、そうしたいところなんだけれどもね、それは厳しいのでね、まずはくじを引きに行きたいと思います。じゃあまた後ほど。はい、今ね、私ね、日本橋にいます。最初秋葉だったじゃん、ほら証拠日本橋日本橋と秋葉原って、もし地方の方とかで分かんない方のために、まあそこまで離れてはないんだけど、電車移動してまあ行く距離かなみたいな感じなんだけれども、まあ東京駅ですね。そうですね、東京駅、うんうんうん。だから最初秋葉から始まったと思うんだけど、その後ね、秋葉から歩いて上野に行ったのよ。でその間ずっとセブンイレブンを見て回って、もうない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 って多分ね、もうね15店舗ぐらい見て、リアル見たのね。リアル見たよ。それぐらい本当に見て、だから今までそんなことなかったから、マジかってなって、ちょっとこれ移動するしかないなと思って、いろんなところに私も電話かけたんですよ。周辺の駅っていうか移動できそうな距離で、早く行かないとなくなっちゃうかもしれないじゃん、だからできるだけ近めでね、ということで日本橋に電話したら、ありますよっていうことで来たのね。でやってるお店が今もうすぐそこにあるから、もう早速引いていきたいと思います。ちょっとなくなるとあれなので急いで行ってきます。バイ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 。皆さん今引いてまいりましたいやもうね、メインチャンネルから見てくれてる方はわかると思うんだけれども、ちょっと結構大破産でした。いやー、こんなに引いたことない。ちょっと見て、ちょっと今ね、マサさんが持ってくれてるんだけど、一応フィギュアは3つ出ましたよ。ただね、40回引けましたからね。あとはそれも出たんじゃないですか。そう、あとね、これお相撲バッグに包まれているビジュアルボードでございますビジュアルボードです。ちょっとこのお相撲バッグもそこそこでかいんだけど、そこからはみ出るぐらいの大きい、これはほら欲しかったのよ、どうしてもフィギュアの後ろに飾りたくって。だからこれはとても嬉しいですね。うん、それだけが救いっていう感じかな今。だから弾いてる様子は多分メインチャンネルの方で上げてると思うんで、うん、そうです、そっち見てもらえればと思うんですけど、でもそれにしてもだいぶ弾いたね。それにしてもだいぶ引きましたね。40回だからね。いやーちょっとやらかしちゃったねやらかしたんですね。ちょっとやらかしちゃったね。でもね、今回ロット数多かったんだよね。あ、じゃあロット数じゃない、ロット数、ロット数ロット数、ロット数じゃない、あれ、じゃあロット数じゃない、くじの枚数がね。そう、枚数がね、なんかどうやら90枚らしいけどね、どうなんだろう、合ってるかな。でもなんか多分、うん、フィギュアのアソートも少ないからちょっと出にくかったよね。そう、私ちょっと一瞬勘違いしてさ、フィギュアの種類が多いから実はちょっと出やすいんじゃないかとかってなんか安直に思ってたけど、別にそういうわけではないっぽいね。アソートが違うもんね。うん、でもいずれにしても今回ちょっと引きが悪かったです。いずれにしてもね、うん、いずれにしてもいずれにしても運は良くなかった。うん、まあでもそういう日もありますよね。
いやだから今回も覚悟決めました。だからといっても引き下がるわけにはいかなかったので、私はもうやっぱり塗りって飾りたいと思いがやっぱ強かったからね、まあ、しょうがなかったね、それは、うん、だからちょっと効率は悪いけど、うん、秋葉上の日本橋と来て、そうね、もう一回秋葉に帰ってその塗料道具とか、うん、そうそうそう、その制作の道具を買いに行くって感じかな今日は。うん、そうですね、まあ、せっかくだからもう気分転換にこれから私は戻って早速も塗りますので、足りない塗料をね買おうかなってで、ついでにちょっとお腹空いたから秋葉でチャージします。はい、チャージします。チャージします。じゃあ行きましょうか。じゃあ向かいます。いやマジか。今ね、ヨドバシさんで塗料買ってきました。塗料とかツール越しとか買ってみたとりあえずだからこれで今買いたかった、買わなきゃいけないものリストに入ってたものは買えた、まあ、厳密に言うとちょっとなかったものもあったんだけど、まあまあまあ大丈夫でしょうっていう感じだからちょっともうお昼過ぎてるんですよ、まあ、結構今日だからなんだかんだ回ったんでね、だからちょっと一旦お昼ご飯を食べます。食べます。はい、昼ご飯行ってきますマンネ来ました。相手絶対行きます。ただいま、お疲れ様です。なんだかんだ私久しぶりにさ家系ラーメン食べれたんだけどさ、久しぶりって言っても1ヶ月前に食べたんだけどね、やばいわ、もうさ二口目までがどうにかなりそうになるって言ったら大げさかもしれんけど、もうやばってなったよねで今ねマサさん荷物持って待っててくれてるから、ちょっと、ね、急いで合流したいと思います。一人だけねラーメン食べてあのね皆さん、今私マサさんと合流して、多分ここさ前サブちゃんとかで開封してる動画でね、なんか結構撮ったことが何回かある場所なんだけれども、今そこでね、あのワンピースの一番くじの解賞っていうか、まあ、その他のフィギュア以外の賞をね開封しようと思ったんですよ。なんだけどさ、ちょっと今日寒すぎるかもしれん。寒いよね今日は。なんか今なんか一時的に風が止んでるけど、風がすごいのよ。なんか寒さの原因ってさ、正直風の要素多くない？確かに。でしょ。あと今回は結構量も多いからね。そうなんです、そうなんです、40回行きましたからねだから量が、そう量がもしね、例えば 10個以内とかだったら今ここでやっちゃおうかなと思ったんだけど、ちょっとね多すぎるから自宅で撮ろうかなと思います。うん、そうしようかしらマジで寒いな今日なのでちょっと一旦切ります。はい、いやさっきね外でちょっと風強すぎて取れないから、家に帰ってからサブちゃん用に開封するって言ったところなんだけど、ちょっと帰る前に取れそうやなっていういい場所を今見つけたので、カフェでねやろうと思って入ったんだけど、いい感じに取れそうだったのでここでやっちゃいます。人も少なくていい感じよということで今からサブちゃんの撮影をねしちゃいたいと思います。サブちゃんもね撮りました。サブちゃん撮ったよ。寒いよ。いや楽しかった、開封したんだけどもし見てない方はね見てみてくださいやっぱりさ中が分かんないさ、クローズ表紙とかさ、くじってやっぱ楽しいからさ、素で楽しいんだよねワクワクするワクワクするって感じで、家ではね開封はしないことになったんだけど、あのメインチャンネルの方でね開封するのをこの後帰ってから撮影するっていう感じかな。でその後作業って感じなので、できるだけ皆さんに早く見てもらいたいなっていう感じで一番くじはやってるから、あの私もこれから急いでやっていきたいと思いますじゃあ帰ります。やっほ、今ね帰ってきてローを早速開封してメインの方の撮影を終えました。開封まで終えました。はい。でもね、マジでかっこいいよ。見てよ。せっかくだから。見たかもしんないけど、ほら。
いや、やっぱいいね、今回。本当にさ、いいと思う。こういう普段さ、なかなかないようなフィギュアがさ、出ると、こっちとしてもすごくやっぱりテンション上がっちゃうよね、本当にさ。ね、言ってるかもすごくないこれ。って感じですよ。これからこれを私は塗るっていうね、ちょっとピントが私に合っちゃってるけど。今回のやっぱフィギュアはめっちゃかっこいいよ。そうでしょ。あー、今ピントあった。今ピントローにあった。やるためだ、私にあった。これあれだわ、思ったけど、これこの遠近法が、じゃあ遠近感が結構出てるんだよ、今回の。ほら。奥行きがすごいから、多分このカメラもピントに迷ってるんだと思う。カメラもピントに迷ってる。そう、もうだから今私隠した、今。今隠しました、私ずっと。え、かっこよくないですか、マジでこれ。どうですか、皆さん。かっこいい。ですよね。え、これかっこいいよね、これ。今後もこういうのやってくれないかな。どうなんだろう、これ。コスト的には、いつもよりか高いのかな。そういうの考えちゃうな、なんか。って感じよ、今。結構余韻にしちゃってるんだけど、そんなにもたもたしてられないので、早速塗っていかないといけないんだけれども。でもね、今日私だから、今夕方ぐらいなんですよ、なんだかんだ時刻が。で、あのね、この後、塗りをするんだけど、夜ぐらいかな、だから。夜ぐらいにもうガーっても塗り集中して、今日はやりたいのです。だから、夜ご飯とかを、そんなにこう時間をかけて作ったりとか食べたりとか、私はできないのね。だから今からちょっと買い出しに行きたいと思います。買い出しに行って、もうババって軽く食べて、もうそっからはもう今日はこの後ずっと塗り集中。ギリギリまで集中。っていう予定ではある。なんか曖昧まで他のこととかが入ってきたらそれもやらなきゃいけないんだけどね。まあそういう感じで。っていう感じです。はい、ただいま。今、買い出しから戻ってきました。ここから作業をみっちりしたいと思います。じゃあねー。また来てねー。